おはようございます。あ、別所おはようございます。おはよう。おはよう。お、なんか元気ないっすね。メガネもずれてるし。わかる？はい。そりゃメガネもずれるさ。はあ、そんな、はい。ちょっと、はい。相談乗ってもらえる？相談っすか？うん。あ、もう全然俺でよければ。いいかな？あ、はい。ありがとう。実はさ、はい。俺たちさ、はい。最近ちょっと太ったのかなと思ってさ、ほうほう、もう洞窟にドラゴンいますか？何を言ってるの？ここはサークルの物質だよ。ですよね。あ、何もないです。いいわけないですよ。です。もう一回いいですか？頭から。うん、最近さ、はい、俺たちさ、はい、太ったのかななんて思ってさ、はあ、だからさ、痩せたいんだよね。おお。あ、なるほど。痩せたい、本当に。なるほどね。ちょっと待ってるでしょ。あ、はい。なるほどってことはさ、はい、太ってるって思ってるってこと？あ、いやいやいや、え？はいはい。そんなことないですよ、じゃなくて。あ、いや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 。一回飲み込んだ。あ、いや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 。え？いや、その自分から言ってきたから。あ、いや、え？悩んでるんだから。うん、そっか、すいません。あ、なるほど。あ、うん。痩せたいの。あ、痩せたいんですね。どうすればいいかな。あー、まあやっぱ、まあ、食事制限とね、やっぱ運動とかじゃないですか、やっぱまず。別所君、はい。そう、別アドバイス欲しいわけじゃないかな。え、はい。そんなこと誰だって知ってるよ。食事制限とか、はい、どうすればさ、痩せるなんて。あ、じゃあやればいいじゃないですか。はい。いや、そういうことじゃなくて、はい、女の子が、はい、今、はい、どうすればいいかなって言ってるんだよ。痩せたいって言ってるんだよ。はい。うん。え、じゃあそこら辺考えてよ。食事制限とか。だから、はい。アドバイスじゃん、それは。はい。欲しい言葉じゃないじゃん。どうすればいいかなって。だからもう一回じゃあ言うよ。もう一回言うよ。はいはいはい。そしたら答えてね。はい。一緒くん。はい。痩せたいんだけど、はい。どうすればいいかな。え？え？トンチ？トンチ？どうすればいいかな。どうすればいいかなって聞いてますよね。痩せたいんだけど。痩せたいんだけど、どうすればいいかな。はい。食事、あ、炭水化物ダイエット。だから、はい、そんなの調べれば出てくるやつじゃん。そういうこっちゃなくて。じゃあ俺今どうすればいいんだよな。女の子が、はい、今、はい、自分の体重に悩んでます、はい、痩せたいって言ってます。女の子の相談って普通の相談と別なんですか？で、相談します、ね、はい、どうすればいいかな。どうすればいいかなですよね。はい、どうすればいいかな。これどうすればいいんですか？それは自分で考えなよ。誰って。男なんだから。男持ち出して。それ言ったらさ、もうさ、別職の考えじゃなくなっちゃうでしょ。はい。今ね、答えをあげたら、そう、それは、リーヌと、はい、ベチコの考えを言ってるだけじゃん。はい、これ何？違うの。相談ってそういうことじゃないじゃん。痩せたいんすよね。そう。太ってるから痩せたいんすよね。そう。だから、太ってるから痩せたいっていうことは、うん、ちょっと待って、はい。太ってるってやっぱ思ってるってこと？だから自分で言ったんじゃん。確定はさせないで。今言っちゃったね。相談じゃん。太ってるって今言っちゃったね、そもそも、はい、じゃあその前提の考えが間違ってるのかも。はい、ヒントです。え？そもそもそれなの？前提の取り組みから間違ってるのかも。はい、これヒントです。考え方を変えましょう。ここまでです。あー、分かった。自分から言ってみます。はい、じゃあ行きます。はい、はい、はい、やりましょう。はい。別所君、相談があるんだけど。あ、相談っすか？うん。はい。最近さ、ちょっと太っちゃったと思って。え？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 で、痩せたいと思ってるの。え？え？本当に痩せたいんですか？え？え？でもだってね、痩せたいよ。二人で太ったねって思って。太ってます？え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 ？いやいやいや、太ってるよ。これ以上痩せたらもうひょろひょろになっちゃうじゃないですか。それは言い過ぎじゃん。やり過ぎましたね。ひょろひょろでは絶対ないこと。自分たちの体は自分でよく分かってるから。すごい、今いい線も言ってたので、今の大事な線。ああ、なるほどなるほど。なんか求めてるものがなんとなく分かったんですけど、やりすぎちゃいましたね。はい。それ踏まえてラストチャンス、はい、それひょろひょろではないっていうのはさすがに今の恥を生かして、これは俺は何を試されてるんですか今。もう一回、ね、やりましょう。めんどくせえ。すいません。
ベシコ相談があるんだけどさ、はい、最近リーヌとさ、はい、太ったのかな、じゃあそう太ったのかななんて思って、太ってるじゃんだって、だから痩せたいなーなんて、痩せたいんすか、だって太ってるよやっぱり、どこがすか、だってね、お腹とかさ、腕とか、ほら全然気づかなかったの、わかんないよ、そんなん全然わかんないですよ、ほんと、はあ、そっか、でも太ってるよ、そのまんまでいいんじゃないですか、それちげえのか、もうそのもう止まれた、それちげえのか、努力をやめればいいってこと、これ難しいな、女としてのもう限界が来てるってことを言いたいってこと、あれですよね、伸びしろがもうないってこと、共感は共感ですよね、まずね、共感、まず共感してみたのね、共感ですよね、共感、まず共感してみたのね、共感してた、共感、まあそのアプローチでもいいと思います、はいはい、はいはい、俺は何の試験を受けてるんですか、何のための試験なんだ、チャンスね、これチャンス、うん、人はそんなに何回もチャンス与えられないよ、俺なんでピンチになってるんですか、次が最後だと思って、なんでピンチになってチャンス与えられるんですか、1回1回が最後だと思って、死ぬと思って覚悟できてる、2人の相談なんですよねこれ、どうしたんですか、もう始まってる、もう始まってる、いやだから言ったじゃないですか俺、あ、別所君どうしたんですか、おはようございます、いや、そのさ、はい、相談なんだけどいい、相談ですか、うん、いや話ぐらいやったら聞きますよ、本当、はい、ありがとうね、はい、最近さ、はい、二人がさちょっと太ったのかななんて思って、今話しててね、あ、そうっすか、二人で痩せたいなって話してて、どうすればいいかなってわかります、俺も最近痩せたいなって思ってて、わかります、それは絶対わからないけど、うん、だってさ、十分痩せてるじゃん、そう主観だし、そう別職の主観は、それは嫌味になっちゃうよ、これ嫌味になっちゃう、別職の主観は理解しろっていう、くっそマジで、それはなんかだるい、こっちも、うん、共感しすぎ、相談してるのに、かもなんかそうかしてない、それに関してしてねえか、これはだって痩せてるじゃん、自分もうなんか寄り添えばいいんでしょ、みたいな、2人は太ってるもんな、そお、だからさ、あ、もうさ、だからさ、だから太ってるってこと、もう認めろよ、それは、じゃあもう認めろよ、ねえ、もう認めろよ、なんでそんなこと言えんだよ、太ってるからだよ、優しくしろよ、男なんだから、なんなんだよ、男だから優しくするって、男やらけないで、女の子に優しく、声やらけないで、お前らが声荒げてんだろうな、当たり前だよ、お前らって、年上だぞ、先輩だよ、年上とか出してくんな、こんな野郎、なんだその態度は、この野郎、どうしてればよかったんだよ、わかんねえ、だからそれ見つけるのがてめえの仕事だろうがよ、てめえらまず動いて痩せろ、お前、だからそういうこっちゃねえだろうがよ、飯食うな、それができたらもっと痩せてんだろうよ、飯食うなね、暴論だろうがよ、食事制限してろ、お前らな、だから そんな答えはもう塔に出てんだよ、どうしたいんだよな、だからそれを出してこいっつってんだよ、痩せてえんだろ、おいラストチャンスだぞ、おいやんだな、やるラストチャンスだぞ、ラストチャンスだ、おいてめえラストチャンスだぞ、分かってやってやるよ、おい、どうしたんすか、あ、別所くん、え、あのちょっと相談いい、はい、あのさ、最近さ、俺たちさ、ちょっと太ったなぁなんて思って、え、そうなの、うん、そうで、痩せたいなってね、どうしたらいいかなっていうのを話してて、痩せたいんすか、うん、痩せたい、え、だって太ってる、太ってるんだから、とかさ、うん、太りました、それはちょっとわかんなかった、そう太ったと思うんだけど、全然わかんない、あ、でも、あの最近、うん、そのやっぱ低カロリーの美味しいお店見つけたんですよ、そうなんだ、そうなの、そういうのとか行ってみたくなりません、あ、確かにね、はい、低カロリーで美味しいご飯か、そうなんですよ、そうなんだ、はい、でどうすればいいかな、それは、うん、情報としても、はいはいはい、いただきました、ですよね、低カロリーの情報学びました、はい、どうすればいいかな、で、うんうん、痩せ馬レシピっていうのを見つけたんですよ、痩せ馬レシピ、はい、やっぱダイエットって結構美味しくない料理とか食べなきゃいけない、確かにね、でも好きなもの食べていいし、う
美味しいレシピっていうのを見つけたんですよ。あ、そうなんだ。はい。で、どうすればいいかな。もう痩せろよ、もう。いや、なんなんだよ、痩せろよ、なんなんだよ。もう結構出したのレシピとか。それ食えよ、それ食えよ。そういうことじゃねえんだよ。それ食えよ、食えよ。全部間違えてる、全部間違えてる。てめえに教えてる、てめえにさ、レシピも言ってる、教えてる、てめえに。なんだよ、おめえが言うべき言葉、教えて、耳鳴らかもしれんけよ。聞いてな、そのままでいいですよ、でよかったんだよ。言ったよ、それ、お前。てめえよ、言ったよ、お前。てめえよ、言ったよ。そんなの俺言ったよ、いろいろ言った後でいいんだよ。俺言ったよ、まあ、そう、だって最後にまあそのままでいいですよって言えばいいの。痩せた方がいいよ、お前ら。バカ野郎、痩せた方がいいよ、痩せた方がいいよ、戦争だってんだよ、この野郎。ほら、もうどっか行けてんだよ、痩せろ、痩せろ、お前。うるせえ、バカ野郎。バカ野郎、捨ててよ、もう。まあでも、別所君生意気だけど、そういうとこが可愛いじゃない。確かに、なんか弟みたいだね。あ、なんかお腹減ってきちゃった。わかる。ミックスフライの美味しい定食屋さん見つけたから、うん、そこ行かない？行く行く。ご飯食べ放題なんだよ。食べ放題なの、うん、タルタルとかいいかな。6種類あるんだから。6種類。魔法カード発動、強制チャンネル登録。ライフポイント4000払い、チャンネル登録をさせる。1345678911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 1